炭焼き用北海道札幌市厚別区、北海道開拓の村に復元された、もの炭焼き用金庫の釜ホップ用穴蔵用の断面図のボリガマボトルキルン建設中のカテナリーアーチキルン2階建ての磁器用の釜。釜は何らかの素材を加熱して硬化したり、調整したり、乾燥させたりする目的のほか、外気環境から熱的に絶縁された空間を確保する目的で作られる。 構築物もしくは工作物。窯は燃料の燃焼や電熱などを用いて加熱作業を行うための装置で英語の機能などに相当する装置である。陶芸用、炭焼き用、ピザ用など。釜の音は炊事に用いるヘッツイに由来する。古くは炭窯や河原別位、さらに陶芸でもヘッツイの字が通用し属に窯の字が当てられることもあった。また、 釜の字は羊の肉を穴に入れて焼いている様子を表した象形文字である。釜は焼成する製品や生産量、燃料の種類などによって形式や容量の異なるものが数多く存在する。温度計測装置と熱源制御装置を併設したものでは、容内部温度を一定に保持したり、あらかじめ設定したプログラム通りに温度を自動に変化させたりすることができる。 主な用途としては、下記のものが挙げられる。なお、素材を加熱加工するものではないが、火葬炉を監修的に、釜と証拠している地域もある。釜は焼成作業によって、不連続用、半連続用、連続用に分類される。不連続用、不連続用は、釜を焚く作業を周期的に行う形式の釜である。最も古く、小規模生産に適し、平ら用、縦用。 角用、丸用、マッフル用などの形状がある。半連続用、半連続用は、不連続用と連続用の中間的な窯で、歴史的には連続用が出現する過渡期に現れた形式の窯である。上り窯やレンガ製造用の鉄砲用が、半連続用である。連続用、連続用は、窯を託作業を、連続的に行う形式の窯である。トンネル用、ホフマンリン用。 連続必要などがある。食器やタイルの生産でよく使われる釜として、ローラーハースキルンがある。製品を台板に乗せ、それをローラーで釜に送り込む方式である。釜は使用燃料によって、薪材用、石炭用、ガス用、重油用、電気用などに分類される。工業化の進展に伴い、釜は電気や天然ガス。 プロパンといった効率の良い燃料を使うようになった。陶磁器の工業生産では、釜の燃料として、天然ガスなどを使うことが多い。現代の釜は、コンピュータ制御が可能で、焼成の精密な制御が可能である。その場合、温度の上がる、勾配、一定温度を保つ、期間、温度を下げる勾配を設定でき、途中で変更も可能である。 電気用やガス用は小規模な工業生産や芸術としての陶芸にもよく使われている。電気用は20世紀に開発された電気を使った窯である。学校や趣味の陶芸など小規模な陶芸に主に使われる。一般に内部の酸素を燃焼に使わないので酸素濃度が高いまま高温になる。しかし適当なガスを入れることで酸素濃度を減らすこともできる。 ガスや電気を主な熱源としつつ、マイクロ波のエネルギーを併用して素早く必要な高温にするマイクロ波併用用もある。用内の火炎の方向によって、横炎式用、上る炎式用、等炎式用があるが、複数の方式を組み合わせた窯もある。小製品への火炎の接触の有無によって直接、炎式用、セミマッフル用、マッフル用に分類される。 釜は形状によって丸用、角用、縦用、横用、トンネル用、和用などに分類される。また次のような特徴的な形状の釜もある。釜はすべての陶芸の基本的部分である。陶芸は本質的に熱を加える必要があり、粘土の焼成に高温を必要とすることが多い。陶磁器の場合、粘土を形成し乾燥させ釜に入れて焼く。 その過程で化学反応と物理反応が起き、材料の性質を恒久的に変化させる。完成品の出来は粘土の蘇生や練り方、釜で焼いた、際の温度、使用した釉薬に左右される。粘土はきめ細かい粒子で構成されており、多硬質で相対的に弱い。粘土に他の項質を混合することで強くすることができる。 釜で焼くと、焼結と呼ばれる現象が起きる。起源、編集時消生用の釜は、陶磁器が最も古く出現した古代エジプトでは地上に作られた円筒状の釜で焼かれていた。これがギリシャ、ローマ、ペルシャに伝わるうちに大型化し、とっくりのような様式のとっくり用に発達した。アッシリアでは、紀元前6世紀頃には地中に穴を掘った穴用が出現している。 アナグラ用、編集アッシリアの穴ア用は、近東諸国やヨーロッパ、アジアに伝わった。アジアで使われたアナグラ用は、5世紀頃朝鮮を経由して、中国から日本にもたらされた。日本国内では、当初、杖域を焼成する釜として使われ、15世紀末にアナグラ用を発展させた大釜が出現するまで、陶器を焼く釜として用いられた。 内部は摂氏800度摂取鮮度に達する。通常一つの長い燃焼室からなり、一方の面に小さな色味穴を開け、一旦が過湿、もう一旦が沿道になっている。焼成時間は1日から数週間まで様々である。地中の穴を釜にする方式は、焼成中に地中の水分を吸収して、釜の温度上昇が阻まれるため捨て、釜は地上に作られるようになった。 中世、編集中世には、有薬が発明され、品質も緻密になり高温調整が必要になったため釜も改良された。燃料を燃焼させる焼け質と製品を置く、焼成質が分離し、通風を良くするため釜に煙突がつけられるようになった。近代、編集18世紀以降は、ヨーロッパで陶磁器が発達し、その種類が増えたのに伴って釜の容量も大きくなり、 燃料も石炭やガスが使われるようになった。連棒式のぼり窯、編集連棒式のぼり窯は通常斜面に複数の焼成室を連続させて作られる窯であり、競技ののぼり窯として一般に知られる窯である。燃料の焚き木は一番下段の焼成室に積まれて燃やされ、焼成室の下方にある複数の通気口から熱が順次上の焼成室に送られ、高温で、 多量かつ均質に製品を調整することを可能にしている。江戸時代からの伝統的な日本国内の磁気用はすべてこの形であり、摂氏1300度摂氏1500度程度まで内部の温度が上がるようになっている。セーブル用、編集フランスのセーブルで発明された窯で摂氏1280度という高温に達するため、完全防水で光沢のある陶磁器ができる。 吹き下ろし型設計で、焚き木を燃料とした場合でも、短時間に高温に達することが可能である。釜跡の霊革の古い時期に構築された釜が、創業を終え、遺棄されたものを釜跡と呼ぶ。釜跡は、考古学でいう遺跡の一種であり、発掘調査を行って釜太鼓作りや、当時期編を分析することにより、養業史、当時史をはじめとする、歴史研究に役立てることができるため、 重要な考古資料となっている。ありがとうございます。